お疲れちゃんです。ラットです。ってことで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、特別なゲストをお呼びしちゃっております。どうぞ。いらっしゃーい。焼き鳥です。はい。というところで、特別ではないんですけど、勝手にね、泊まりに来る人がいるんで、お家に泊めちゃってあげてるんですけど、はい。まあ、せっかくね、一緒にいるっていうわけで、焼き鳥とね、まあ、できることってなった時に、まあ、焼き鳥といえば、はい。まあこれだよねっていうのがあるよね。ああ、それはもうね、みんな思うと思う。焼き鳥といえば、陰キャ。やめて、本当にやめとけ。違うでしょ。クロスでしょ。ああ、まあ。そんなこと言ってるとマジ叩かれるよ。いや、俺は。陰キャ襲いかかってくるよ。俺、別にクロスの人は何も言ってない。焼き鳥のことを言ってるだけ。ああ、じゃあ俺が切れるわ、それは。なんですけど、というわけで、クロスがね、やっぱうまい。気持ち程度ね。はい、というわけで、じゃあクロスをね、もう座るんじゃなくて一緒にやっちゃおう。パチパチパチ。はい、はい、というわけで、もうね、僕らといえば 2v2 ね、 MVP も、ね、取らさせていただきました。というわけで 2v2 でね、クロスボウで、もうね、暴れちゃいたいなと思います。ちょっとね、寝てない部分が、ね、ありまして、ちょっとね、雑、うん、言っちゃったら雑な感じがね、もしかしたらあるかもしれないですけど、なんそこはね、僕らも一生懸命やってるんで、今。そうですね。なんなら集中寝ちゃうかもしれない。やめてくれ。はい、といったところで、まあ、2v2 のね、クロスボーって、結構今年はね、クラロリーグでも見られてる。これ次クロスあるから、もうなんなら最初に両サイド立てちゃうっていう。あ、やばい、読まれた。うっと。あ、俺こっちやるから左ターンはソロソロソロプレイ。協力バトルなのにソロでやる。やあ、これはもう捨てていいよね。これトレーナー禁忌です。はい、右、いやクロスが余計なこと言って、あ、ちょっとふざけんなよ、はい、ちょっとやばい、クロスちゃんとしつけといて、アイスイズスケ、え、やばくない、大丈夫、一回スケで竹取れるけど、うん、竹取っちゃって、えい、ウェイ、えい、すごいのかどうかわかんないけど、なかなか危ない、なかなか危ない、なかなか危ない、あ、でもこれ、いや、いい、ウッド、おしゃれアイスピーさらに、あ、待って、やばい、ないと、やばい、ウッドちょっとセンスなくない今の、俺がだからもうちょいねプリンスが前来ると思って、そしたらなんか、はい、今コメント欄焼き鳥下手くそ、ウッドも打てないのかよって、いや、ラットが邪魔したもん、させねえよっつって、いいからもう、ごめんなさいね、ほんと寝てないと人はね、ちょっとよく喋るんですよ、あれなんで、あごあごあご、なんかよく言うもんね、そのアルコールが入ったような感覚になるの、そうそう、寝てないと、そう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 、そこセンスでよろしく、ファイブウッドでいけ、あ、ウッドないの、うん、でも大丈夫、ウッドウッドウッド、あ、よいしょ、やるね、あ、ネクスト好きだから持ってくるよ、じゃあもうもういや、あ、やっちゃって、あ、いてててて、いや、こっちに行く、うまい、これもうバルキリーをミリペッカで受けつつプリンスをスケで受けるっていうね、素晴らしい、今のこのね、それ2人でやっちゃってますから、もうね、これがすごいんですよ、ついちゃってるっていうことかな。うん、ちょっとキモい。ロケット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 。ロケット、ああ、やばいやばいやばい。ついちゃってる。これトレネーダル、トレネーダル、トレネーダル。トレネーダルんで、ファイスピとかでちょっかい出さないでくれると、ね、逆に、うん。やばいやばいやばい。いや、許容ですね。まあね、許容知らない君。いや、右手許容はまずいでしょ。ファイボ？本当に？言った？惑わせないで。そこはね、あ、ここはもう、これはいいんじゃない、コスト漏れてる、コスト漏れてる、つぶつしたことある、一応したことあるんだよ、ね、エレクサ漏れるのとかよくないから、ね、気持ち程度だけど、なのでね、もうしっかりね連盟していきます、連盟がないとくるよ、で、プリンスに打ちます、このウッドファイスピアイスピウッドぐらいでなんかね、この範囲攻撃の積み合わせでめっちゃなんか転がってったけど、ナイスで、そう、このもう範囲攻撃が強い、いや、俺ぐらいになると、俺ぐらいになると、いいトルネだ、んー、本当に、んー、あ、え、待って、俺ファイブ、ファイブ、ファイブ、じゃあ、右よろしく、ロケット、あ、俺はもういくらを見据えてたよ、今本音で、あ、お互い完全に、あ、お互いがお互い理解が及んでない、いや、でもね、いい、完璧、相手のね、ちょっとレベルが低かったのもあるかもしれないんですけど、まあまあ、はい、でもね、久しぶりの連携にしては負けるまでやっちゃうから、それもう終わんない、1日耐久レース始まるよ、2時間やっちゃう、2時間1日終わんない、なんならさすがにそれだけで、ね、開けるわ、マジでえ、取っちゃー、取れにします、はい、いい、なんならここも俺ファイスピードタギ取っちゃう、あれ、取れてない、だよね、逆サイ攻めちゃえば、
確かに。じゃあ切ったぞ。でミニペックあるよね。じゃあミニペで守ってもらうわ。じゃあ右は任せたわ、黒鮮明は。いや無理だよこれ。やすけ、あーそう、ごめんごめん、そんな攻めなくてもそんな攻めなくてもいいじゃん、俺だって一生懸命やってんのに。そんな攻めたつもりもなかったけど。怪物か。いや甘いよ、楽しないでよ。おやばい、いやラット読みがな。いやありがとう、先が見えてるからな。分かったよ、ギャング来るのぐらいね。ギャング来るなって思って、ここまで一回トルネードはちょっとないんだよね。まあじゃあコストが、はい、ちょっとぐらい打っとくか。今回の相手はさっき何で受けられたっけ。インフェルノタワーか、ジャイとインフェルノタワーのデッキ、ジャイデッキと、インフェルノタワー何か、もう一個多分メインが、ね、あるかなと。もうジャイ切ったから多分インフェ来るからカバーよろしく。しょうがねえな。あー、いいカバー、いいカバー。なんならここ面々した。あ、カバー、カバーがしょぼく。そう思うじゃん、そう思うじゃん。え、これ俺もなんかしないといけない。あ、でもこれ、いい、あ、いい。あー、アイスピ読みでね、出せると上級者だったんですけど、まあまあ、焼き鳥にはそんなもんです。やめといて、やめといて。にわかクロス使いみたいな言い方。まあね、これ次ジャイ回ってますね。なんでこのクロスは、いや俺がやっちゃうと、やっちゃうよ。やばジャイじゃねえの来ちゃった。いやでもこれいいよ、いいよ、いい形。僕らになるとね、あのこうなっちゃう。おしゃれすぎ。アイスイズとメガゴでウッドやるわ。えーです、完璧で。ここにやっぱねマスケットが来るんですよ、もう僕らになると。ウッドしまーす。あ、じゃあ発表構えてた。じゃあスケで一瞬こう時間稼ぎのね。え、完璧じゃん。やばくない？これちょっと来てるわ。やばくない？え、いつからそういうギャルになっちゃった？それやばくない？ってよくいるじゃん。よいしょ。はい。テンションがやばいよ。テンションがやばいよ。まあそういう日もあっていいんじゃないかなと思いますね。ここインフェとか来るからね。やばい、スキャミ。ババだった。おい。いや読み？さすが、もうラット先が見えてるからな、さっきから。さすがにそれはなくね。急に冷めるな。急に冷めるな。急にな。あ、でもいい、いやそれはいい。はい、おしゃれ。でもこれ今置いちゃう。本当に。あ、いや。それぞれね。あ、OKOKOK。キングに押し付けるよ、起動してんのに。それでもかってぐらいの。やばって、これ負けんね。これ本当に負けないよ。どうする。クロスボウはね、思ったより強い。ゴレゴレとか来るとね、また面白いかもしんないですけどね。やっちゃうよっと。やっちゃうよ。ブラローン。急にハマっとんのそれ。いいね、いいね、よし。あ、これちょっと強そうですね、雰囲気。ハートとかね、そういうのある人は結構強いんですよ。あ、そうなの。はい、まあ、とりあえずいいんじゃない。とりあえずの初手クロスね。とりあえずね。強い、じゃあ強いらしいから。お、スケやる。あ、いい、ファイブ打っちゃう、なんなら。やった。お、でもいいんじゃ、いや、なんか、あー、でもまあいいか、まあまあ、ブラフォーチアイスピだけで受けてくる。俺これ左もう一回クロス攻めていい？マジ？あー、じゃあアイスイズ、アイスイズ出してあげるわ。とりあえずね、公演よろしくね。まあナイトでワンチャン、アイゴレ？アイゴレともうメガゴでもね、さらに急にうっとしちゃうわ。よろしく。うわ、それでこれメガゴをね、延命させますね。いい、分かってる。で、クロスをエッジ切りますと。はい。あ、やばい。ミニペ、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 早く気合いでね。うっと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 。さすがにそれは気合い出しすぎ。そんなにポスターあってないからさ。やばい、今笑うときに限ってこう携帯をちょっと近づけてて、俺の笑い声しか入ってないかもしれないレベル。そういうこともあるね。そういうときもある。ロックスクロスだね、これもう。本当に？うん、マジマジマジ。相手今苦しいの。俺エリカーにしてるから。おぉ、さすが。多分。おぉ、本当だ。さすらっと。やばい。俺のSPが。神タイミングで出てきた。ういナイス。いや、これは落ちましたね。いや、いい判断だね。さすが 2v2 やってるだけあるわ。あ、アイスメイズ使っちゃう？メガゴでもいいけど。じゃあ、お願い。はい。ふぅー。で、あと2700号もね、しっかり削りたいですね。まあ、ね、こうね、2v2 してると、ちょっとね、あの頃が懐かしかったなというね、思いも、まあ、ねえな。全く湧いてこない。なんだこれ。はい、どうぞ。いきます。で、ファイス、あれホバが来るからファイボシーね。もう打っちゃって構えてる。えい、トルネード下げちゃいます。いや、スケネクスト、スケネクスケでよろしく。おやんちゃやんちゃやんちゃ。さすがにそれはやんちゃ。スケのタイミングまだむずいんだよ、これウッドウッドでね、なんならやっちゃうから。ウッドウッドで、はい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 、やばやばゴリ押しの連盟。これがね、刺さったりするからね、意外とね。
やりますね。このね、このミリ残りのクロスがね、思ってるよりやっぱ入るんですよね。そのさてはダブルクロスチキチキタイム。やっちゃいますか。いくよ。チキ。よし。まあ、止まんないね。気合い。え、普通に無理だよね。ママも展開しちゃってるからね。よし。よし。ここアイスピ欲しいね。うん、あ、ナイス。今このね、素早い。ああ、いや、もう余っちゃってるよ。なんならね。この早ぼっちゃっていいんじゃない。速ファイボー。そっち。そっち、あ、落としたいじゃん。あ、ウッドウッドでいいんじゃない。確かにウッドウッドでいいよ。よいしょ。ツールイならではの音。丸太が転がってるけど、やばい。任してください。はい。ブロノン。ブロノンの説明してないよ。大丈夫。あれ？なんかね、ラットがハマってるからね。なんかね、ブロッサーとさ、YouTube、クララ YouTuber みんなで動画を見てたんですけど。あのブロッサムのブロローンがいいなってなったんですよ。なんか特に理由はないというか、なんかねリズムとねちょっと面白いよね。なんかハマっちゃいましたね僕。そのなんかね、その何がおかしいんだっけ、ん、何が、俺なんかあるじゃん、あ、笑うツボがおかしいんだよ、よく言われるんですけど。そうそう、本当によくがね、突然ブロローンにハマりました、これに打っとっとけばいいんじゃないの。とりあえずね、よいしょ、うわー、かほってますね、ゴラーが。まあ、エリコレとかもね、最近すごい増えてるんで、アイスイズネクスト。ネクストテズクロス。じゃあ、まあ、トルネファイボでなんかやっちゃうか。はい。えい、いいね。いいね。で、アイスイズがこのね、パピーじゃなくて、お、置いても。まあまあ、ここアイスピリね。ナイス。はい。パイスメッチやっとく。ナイス。えい。素晴らしい。で、ちょっと取られてるかな、これは。まあでも、仕方ない、今のは。で、まあ、これが2体あると、ここはもうね、見せ場になっちゃいますね。そうだね、これ。これ右無視。今日してもいいかな。うん、左も無視でいいんじゃない？両サイドクロスいっちゃうなんなら。マジ？じゃあ、これ2体いないとついて。はい、で、やば、読まれたわ。右べ？ナイス。あ、じゃあ左やろう。じゃあ、顎でお願いした。これはまあ、このまま無視でいいんじゃない？これ、延命する？ウッドでちょっと稼ぐぐらい、まあ、早めに処理して、ここでね、あ、いらなかった、ごめん。お互い同じなんだよな。まあまあ、まあ、なんで多分インフェがあるんで、1人がやっぱこれで1人がね違うデッキ、うん、回転回したいです。回らない、まず回んないな。クロスクロス立ってた、ネクストクロスからあナイトでいけるかな。ファイボツか、うん、じゃあファイボトルね。いらない、じゃあ全部やるわ。もう、いや、プロ。え、ゴリ押し。ファイ、え、そこが得意みたいな人いんの。やっぱね、ミニペクロスをよく使ってるんでね、俺は。ね、なんかね、おかしいですね。クロスって結構遅延クロスとかテスラクロスをみんな使ってるのに、あー、うまいことやられてんな。ミニペクロス使ってる人見たことないもん。確かにもう絶滅危惧種みたいなとこある。うん、いや、もう絶滅したよね。もはや。まあ、これね、前に置いておくだけで相手苦しいと思うんですよね。即ファイボで、でこのクロスがね、ウィザードを焼くと、うん、とも使ってね、ここいい、え、テスラはめっちゃいい、完璧。じゃあこっち、はいはい、で、なんか来るからよろしく。あれだね、どうせインドラじゃなくて、これ名前がとっさに出てこなかったけど、ね、よしよし、ええ、いやでもうますぎん俺ら。完璧出た、もう一回ファイボ来るかも。これまあ、真ん中チャキでいいんだね。もう真ん中チャキいっちゃうかな、んなら、うん、真ん中チェキので俺ぐらいになるとこれトルネでね、うわ、ピャー、いや、うまい、これもうロケットでよいしょ。結構すごいよね、でも。めっちゃ連携取れてて本当に負ける気しないんだけど、どうする、どうもしないんだけど。え、いつ終わりにする、じゃあもう次ラストにする、さすがに、か、負けるまで終わりません。このままだと1時間や1日やなんなら1ヶ月ぐらいやることになるかもしれない。苦しいよ。やばい、やばい、来てる、来てる。やばい、やばい、やばい、もうお前のせいや。同僚を狙われた。いや、そっちクロスだな。オッケー、オッケー。よし。いい、いい判断。ファイボン、構えて。構えて。なんなら俺4、4、あ、やばい、やばい。あ、やばい、これやばい。低めテスラ置くわ。オッケー、オッケー。気は、知らんかった。で、これ、ベビー、竹取っていいんじゃない？なんかで、普通に。もう捨てて、ベビーのダメージ。ベビーはタワーで。そう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 。よいしょ、俺言ってるの、それそれ。何言ってんのか全然分からん。竹取っちゃっていいんじゃねっていうね。え、竹取るもんねえけどな。めんどくせえ。これ、ハイボーじゃねえか、防衛クロス。
や、坊やクロスはテスラが邪魔すぎて。ごめん。ごめん。なんなら放置していいな。ハイスピ受けれってくれるからね。で、ここで打つか、たまるから、うん。いいね。オッケーオッケー。うんで、まあ、後ろナイトは、あ、ナイトでいい。まあ、適当にナイトで旅こって、スケーラー来る？いや、俺もそう思ってない。来た、ね。あ、来た来た。ウッドやるわ、先に。オッケー。セカウッド行く？オッケー。セカウッド。いいね。あ、ごめん、たまたまホグ釣れた。俺やばい、なんともうどんどん読んでっからな。俺たちに見えてない世界が見えてるから。やばい、ベビーが残ってるけど、これここ敗没よ。オッケー、じゃあ延命するわ。これね、プリンスが解けたらこの後ね、うん、タルババ邪魔。いやまあまあいいでしょう。まあはい、ペッカスケラとファイボーなんかデッキ、うん、いや、ペッカ多分回ったね。そうだね、ま、お願い。あ、これ大事。お、このおしゃれな受け。たまたまだろ。一体はね、しっかりたまって。めっちゃされた。独特、位置が独特すぎる。まあ、ね、天才はやっぱね、その普通の人と変わったことするってよく言うんだよね。さっきからあとね、よくなんかすごい読みしてくるからな。うん、たまたまね。よいしょ。もうこの多分クロスもなんか意味あるから、マジみんな期待しといた方がいいよ。本当に。まあ、これ残ってるから、メガゴでよろしく。はいはいはい、メガコイン名、これ勝てるっけ。これトレネで後ろに下げちゃおうかな、ワンちゃん。ありと思ったけど、あれだ、このなんかベビーとかいろいろしようぜ。ウッドとか適当に打ってくか。ウッドとか適当に打ってく、やっぱ出ちゃったセンスが。マジで恥ずかしいからやめてくんね。あ、ウッドファイスピが優秀すぎる。やば、ウッドいらんない。あ、いけよ、今日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 バリキーが邪魔じゃん。そんな早く分かってる。大丈夫大丈夫、ウッドよろしく。ウッド、やばい、ノックバックする。いい。やばい、待って、気持ちいい、消えで。まあまあ、いや、いけそうじゃない、これ。来た。いい。おぶねー。いい。ナイト出す。オッケーオッケー、いいよ。はい、ここ、ウッド打って、もういい。ウッドを。オッケー、耐えて、お願い、ミニペ。耐えて、俺、もう、あの、どうでもいい。触れられなかった。さあ。これね、生放送とかでこれできたらいいね、ちょっと。確かに、生放送で負けるまでとかが楽しそうです。もうね、多分満足しちゃいましたね。僕が満足したんで。はい、もう今日はいいかなと思います。はい、はい、といったところで、久しぶりにね、ちょっと通別やったんですけど、マジで負けてない。強いな、負けてない。こうマルチ、はい、5-0 ですね。はい、100% というわけで、こちらね、クロスボデッキどうなんだろう。さすがにね、まあでも通別でやっぱね、仲いいやつというか、こう実際にコミュニケーション取りながらだとね、多分結構勝てるんじゃないかと、うん、どんどん思います。なんで皆様ぜひね、友達とかとやるときはね、こちらぜひ試してみてください。というわけで、概要欄にね、焼き鳥チャンネルも貼っておきますので、ぜひねそちらの方の動画も見てみてください。チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いします。では、今回ねこんな感じで終わりにしたいと思います。